大人気のアニメ鬼滅の刃、すごいですね。私も恥ずかしながらですね、コミックはちょっとしか読んだことがなかったんですが、先日のフジテレビの映画を見てからですね、子供と一緒に見るようになりました。ということで今日は洋服と羽織の合わせ方についてお話してみたいと思います。はい、大人気の鬼滅の刃、すごいですね。炭治郎くんがこう鬼をぶった切っていく物語です。いろんな心の変容があるんでしょうけど、中でも気になるのが明治から大正に移行していく頃のその文化の融合がすごく見て取れます。着物姿と洋服姿のミックスが劇中でも非常に書かれていますが、さてさて炭治郎くんはもともとは和装から始まったんですが、最近はその鬼滅隊の洋服に市松の羽織を彫っているということです。なのでもうちょっとその若い人がですね、着物に羽織を合わせるということが増えてきていいんじゃないかなという気がしています。かくいう私本日はですね、ハイネックに、無地の羽織を合わせています。これでもですね、別に外を歩くには何ら差し支えないわけでいい感じで歩けると思うんですけど、こんな格好してくれる人がね増えたら、さらに和装文化が根付いていって、若い人が洋服に羽織を合わせて着るなんていうのが出てくるんじゃないかなと密かに期待しています。通常の背広じゃなくて羽織を着ちゃうっていう感じでもいいと思います。ワイシャツにネクタイ締めて羽織とかでもかっこいいしね。まあとにかく羽織ってかっこいいんですよね。裏がチラッと見えてね、着物じゃない裏が見えてすごくおしゃれな感じですね。ぜひ皆さんからも、鬼滅の刃をきっかけに羽織を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、今日は鬼滅の刃から、洋服オンザ羽織についてお話してみます。